上着細胞は中枢神経系に存在する脳質系の壁を構成する細胞。上着細胞の形態は脳質系の部位により変化に富む。脳質内で脈絡相乗皮や脳質性中面で脳質周囲器官を形成する。上着細胞の表面には多数の線毛が生えており、脳質内での脳脊髄液の循環、脳質から 脳実質への物質輸送などの機能を有していると考えられている。脳質周囲器官や脳質の特定の部位では一部の上着細胞の規定突起が長く伸び、脳実質を横切り脳の表面や血管壁に達している。このような細胞を谷サイトと呼ぶ。谷サイトの規定突起は近くの谷サイトから出たものと集合して言葉を形成する。これが光学顕微鏡では 上着繊維に相当する。谷サイトは密着結合でつながっており、脳出周囲期間と脳脊髄液の自由な物質交換を妨げている。谷サイトの規定突起は血管壁のエンドフットとして終わる。血管壁やその近傍にある谷サイトのエンドフットにはシナプス様構造を持って接触する神経終末があるが、谷サイトはそのエンドフットを神経終末と 血管壁の間に伸ばしたり引っ込めたりすることによって、神経と血管壁の接触を遮断したり、逆に接触面を増やしたりする。ありがとうございます。